古書さん。はい。さっき読んだんだよね。さっきね、1枚目にお読みしましたけれども。大阪府。あ、大阪府にお住まい。ありがとうございます。どうしようかな。え？え？いや。一番かわいそうなの、このゆずこしょうさんですよね。え、何私のって、さっき読んだってどういうことみたいな。そうですね。分かってない。分かってないですよね。お読みしましょう。まあ失礼なんでね、ここまで言っといてね、読まないっていうわけにもいかないんでね。ご紹介しましょう、ね。毎週大阪から、スマホで楽しませさせていただいております。ありがとうございます。どうもありがとうございます。うん、私の欲しいもの第3位、何だと思う？なんだろうな、何言ってごらん。え、何ですか？あ、覚えてないんだ。あ、タブレット端末。わあ、覚えてた。ね、さっき読んだんだもん、だって。そうですね。スマホではちょっと調べにくい。でもパソコンを立ち上げるほどではという時にあると便利だなと思いますよね。うん、でもまだ贅沢品かなというふうにいただいておりますけどもね。でもね、あればあるだけいいですよね。持ち歩きできますからね。そうですね。なんだかんだやっぱり本当に軽量化になってますけどもね、うん、パソコン持つのも今本当にちょっとね、そうですね、かさばるなっていう感じがしますからね。重たいですからね。はい。第2位は何だと思う？何だったかな。案外人の話ちゃんと聞いてないんだね。いや、そんなことない。第2位はダイソンの掃除機でーす。あー、ダイソンね。このコーナーでスーさんがちょくちょくおすすめされるのを聞いて、最近だんだんと欲しくなってきました。はい。ハンディタイプのものが欲しいなと思っていますが、使い方はどうですかっていうふうに。どうですか？読みも慣れてますね、僕ね。スラスラ読む、スラスラ、ね、早いもん、読むのが。本当に。スーさんお持ちですよね。持ってますね。持ってますね、うん。そうですね。ダイソン3台持ってますね。3台も持ってるんですか？はい。普通のやつ。結構持ってますね。と、あの、細長い、長い CM やもやってると、本当にちっちゃいハンディですっていう。はい、いや、いいですよ。やっぱり本当に。パワーが全然違いますからね。空気中のホコリも吸えるとか。そうです。さっき言いましたね。ここですよね。ええ。あと、今本当に自動でやってくれる、ロボット掃除機ってあるじゃないですか。ありますね。あれもありますね。ルンバさんね。ルンバさんね。ただ、ルンバさんはもう、結構、あれは、どうなのかな、ちゃんと掃除してくれるのかなっていう、不安になる、心配になる方も多いみたいですけども、はい、なんかこう、一箇所に対してこう、4回、通るようにちゃんと設計されてるから、本当に綺麗、隅々まで綺麗になると。そうですね、完璧にしてくれるんですね。で、最近、ルンバさんの CM 見ました？やってるんですけど、なんかまた新しくなりましたみたいな。そうなんですか。また気になるみたいなね。また買っちゃうかもしれないですね。いやー、ただね、うちのルンバさんはね、なんかね、こう、お出かけしてる間にちょっと掃除をしてもらおうと思ってスイッチを押すんですが、はい、帰ってきたらね、なんかね、引っかかってますね。あ、つかかっちゃうんですか。ちょっと毛の長いマットとか、あ、そういうところではコテッとなってます。コテって、可愛らしいですね。ちょっとあ、でもね、可愛らしいっていうかね、うん、ルンバとかってなんかね、ペットみたいな感覚になってくるよ。ほう、可愛がるっていう感じですか？可愛がりはしないけど、はい、行ってくるからね、行ってきますね、お願いね。話しかけて、さらにピポパポポーみたいな感じで動き始めるから。反応するんですか？いや、言葉には反応しないですけどね。スイッチを。スイッチをパーって押せばということで。へぇー。で、ゆずこしょうさんの第1位は、お金では買えないものですが、はい、仕事のセンスです。うん、はい。総務の仕事をしてるんですが、うん、最近なかなか仕事がうまくいかず、上司にはもっと仕事のセンスを身につけないとと言われるのですが、どうすればよいのかわからず悩んでいます。うん、つまらないミスをしないための工夫ができるセンス、ちょっとした気を利かせられるセンス、どうすれば身につくのでしょうか。ここ何年かずっと私の課題になっております。最後にサインボールください。あげちゃいます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。どうするんでしょうね。こう、仕事のセンスってね、センスって難しい言葉ですよね。はい、そうですね。センスあるとかセンスないとか言われたりしますけどもね。はい、だからそれはどこでどう判断するっていうのもね。また逆にその判断されてる人が本当に正しいセンスの判別ができるのかっていう話もございますからね。難しいですね。一概に一方的に言われるからといって、それを鵜呑みにしてしまうのもどうなのかと。はいうふうに思ったりしますんで。やっぱり自分自身でちゃんと、はい、特に仕事ならば自信の持てること、うん、そういうことをやっぱり得なきゃいけないと思いますし、はい、で多分そういうふうにセンスを身につけなさいとは言われるのかもしれないけども、この上司の方だけじゃなくて同僚やもしかしたらこのね、部下の人いらっしゃれば、うん、そういう人からなんか言われたこういいこと、あると思うんですよ、うん、何々さんはここが
あの素敵ですねとか、あそういう風にやるんですか、勉強になりますとか言われたこと、はい、だからそういうことにもやっぱり目を向けて、自分にはやっぱこういうことができるんだとか、あ自分にしかできないこととか、うん、でやっぱりなんかこうマイナスなこととかあるじゃないですか、はい、負のパワーというか、うん、でもそれも何かこうそれを経験してきたからこそこういうことが考えられるんだっていうプラスに転換できる時期って絶対来ると思うんですよ、はい、例えばやっぱ失恋をこう重ねる、その時はやっぱ失恋なんかしたくはねえよと思うけども、うん、それを重ねてきたからこそなんかその一つこの新しいね、はい、恋愛であったり人に対する思いというかそういうものを大切にしようとかね、そういう思うんじゃないですかね、うん、なんか社長の言葉っていう感じがします。社長っていうよりはまあ人としてですねそうですか。僕ね、小学校5年生の時に、はい、かぐや姫の EP 版か LP 版をかけて聞いていたんです。曲は忘れちゃったんですけど、はい、そつつつつと母親が来て、僕 5年生ですよ、はい、11歳か、高雪って言われて、高雪です、ね、僕、うん、はい、高雪って呼ばれるんですよ。知ってますよ高雪さんですよ。高雪って大人のこれからなるけども、たくさん失恋しなさいって言われた。ほう、でも11歳ですよ、うん、ポカーンでしたね。そうですよね、うん、小学校だけども、はい、もう大人になってからそれ言葉っていうのはやっぱりこう紐解いていくというか読み返してみると、あなるほどなと思うところがあって、うん、ただ一方向でそのかぐや姫の曲を聴いて、母は何を思っていたのかみたいなその当時は11歳の高木くんは分かりませんでしたけど、はい、今となっては何自分の恋愛と重ねてたのよお前と考えちゃったわけですね。ツッコミをね、今ならできるんですけども、当時の僕はまだ11歳でしたからできませんでしたけどもね。